テスタ村。俺はもう何をしたか全く記憶にねえんだけど、ちょっとやばいな。ならず者、あああったな、この話。四天王、クリムゾン四天王。やべ、全然話が思い出せん。やばいぞ、頭の中でちょっとなんか法則が乱れてるかもしれない。この状況で言ったらもうなんか俺が一体何をしてるのかもう分からなくなってしまった。その状況で俺が言ったらこれをやったら何が起こってしまうのかっていう。バジルの石章かっこいいな。ドゥドゥドゥ、バジルの石章。緊張するな、これは。緊張感のあふれる。おお、いい曲。よさきました。ああ、そうだそうだ、仲間助けるって話だった。そうだ、何これ、もういっぱいいんじゃん。おとなしく通してくれそうにはないわね。いけせんよっつ、そう油断してるはず。本当に大丈夫？でもそろそろもう気づいてるでしょ。敵襲だーみたいな感じのあれがなってるよね、きっとね。あ、ちょっと今更だけど、ちょっとコントローラーを変えたんで、もしかしたらガチャ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 って続けなんかうるさいってことに俺は最近気づいたからな。まあ多分これで多少音は軽減されてるはず。ここ怪しいな。あ、ここ怪しい。ここだね。まずここ1個。あそこ1個でしょ。で、こっち側大体敵のなんかまあ本拠地というか、そこら辺に1個ぐらいあってもおかしくなってたんだけど、ないか。ない、そんなもん。こんなものか。いや、ちょっとちゃんと見ようぜ。ちゃんと見よう。あらゆる角度で、全ての角度によってなんか可能性は全て、こういうマップにこそあるもんなんだよ。全てを見る、見つめる視線が熱い。で、敵の組み合わせはこれ。これは別にまあ、あ、そっか、弓編が一人しかいないのか。あ、じゃあ、まあでも来るでしょ。まあ自分から来るよね、きっと。じゃあ上登っとくわ。上登って待機。で、ドルメンと、はい、ドルメンちゃんこっち。で、弓兵がいたよね、確かに。弓兵は、未滅があれか、まあ、ボンバーだから、まあそんなに強くないと思うんだよね。そこまでは。交代機。いや、お前こっち。で、ホルクスは、これよ。いや、あっち行ってもよかったか、まあいいか。で、サムドルこっち。あなたこっち。ここら辺なんか少なく感じるな、こう見るとなんかすごいなんかね、少なく見える。この岩陰っつうか、この影がね、安全地帯だと思うんだよね。だ、むしろこれよ、おびき寄せてもいいかもね、逆に。うわ、こいつもいたのか。レインボーストロークやってくれるぜ。ぐわー、痛え、痛すぎる、この一撃。一気に飛んでくるね。一気に飛んでくる。あ、しかもあんなとこに。うまいな。敵もうまい、隠れ方が。すごく上手だと思う。あ、これまずいな。どうしようかな。敵が来るよね。じゃあサムデラとホルクスをうまくちょっと動かしていかないと。やばいことになってしまう。宝が取れなくなる。今こう来てるでしょ。こっちか。あ、そっか、いけないのか。ダメだよね。難しいな。もう先に行っちゃうか、じゃあ。先に行こう。特にやることないでしょ、だって多分。いやー、でもやるか。あ、ちょ、あ、1、2、もう一ターンぐらい待つ。もう一ターンぐらい待ちたい気もするけど、まあ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 いいんじゃん。やっちゃえやっちゃえ。押すドーン。よし、 OK、 奇襲完了。移動、あ、まだ移動できるの。あ、これでもう半分ぐらい削れてんの。すごいね、強いね。あー、まあいっか、上から行こう。これも一応、これ、まあ何が何でもできる体制に整えておく。まあ、だいぶ揃ってきてんな。これも返り討ちにできると思うんだよね。どうしようかな。3回連続でまあ返り討ち。できるっしょ。いけるっしょ。ちょっと今日強気でいくよ、もう。申し訳ないけど。あ、届くじゃん。まだいけんじゃん。よし、行こう。いけるっしょ。よし、サムデラ、俺にちょっと考えがある。お前まずこっちだ。ここら辺でいいな。
ピアシングレイ、ここだよね。よし、これであのコウモリちゃん倒してくれればバンバンと。はい、オッケー、やったぜ。これでまたドルメが全部返り死にするんだろう。返り死にしてくれると思うから、まあここでメスティックも一応まあ念には念を。なんかあった？気のせい、気のせいだな。よしで守り固める。あ、でもあれがやばいな、魔法使いがやばい。あれが先にちょっと一気に こいつがドルメンに、魔法使いが魔法をドルメンにやってきたらちょっとかなりやばいことになってしまう。まあそれだったらアッシュを前に出して、まあおとりに、まあでもこうやったらアッシュに来るかな、どうなんだろう。思い出すわ俺。来るかな、あの、まあ いややんないとくわ、一回やんないとくで。アッシュどうしようかな、すっごい際どい、非常に際どい。ここにやっとくか、まあ一応魔法の受け止め要因として頑張ってくれ。まあいけるでしょ、勝てる気はする。ほら来た、やってきたよ。あのこれラドもやばい、ラドもやられる可能性が高い。てか先にもむしろ それだったらもうソルジャーやってきてほしい。ソルジャーガッてもう攻めてきて、もう一人でも多く倒してほしい。 俺の中でも、あのこれもやばいね。あのこれラド終わったわ、やってしまった。アッシュ頼む、なんでだ、うごめんラド、ごめんなさい。俺完全にミスったわ、これ完全にミスったよ、もう。ああ、しかも、あ、麻痺かこいつ、麻痺男。もうドルメンしょうがない。まあでもこれどうにかならず、こっちはもう順調にいけると思う。シュッシュッシュッ、あっ、なるほど。まあまだピアシングレイで、まあ全部どうにかなるっしょ。で次のターンではあの、まあ、魔法使いも倒すしかないの、ね、よし、オッケー。血の嵐が吹き乱れる。最近ちょっとバンダルハーツのあれだな、優先順位がちょっとはるかに高くなってるな、他の実況よりも。あまりにも楽しすぎて、なんかもう中毒性が半端ない。よし、こいつら邪魔してるから通れないじゃん、前に進みたいのに。あー来た、もう来ちゃった。お前そんなのやってるとシュッシュするぞ、シュッシュの時間だぞ。うれ、全然倒せん。12か、あーやべえ、これ回復される。誰だあれか、そっち方面か。ヒーリング、どこで回復する、ほぼ全回復した。なるほど、まあそういう感じ、そういう感じか。ラドごめん、本当にごめん、俺すごいマジで俺しくったと思う、本気で反省してる俺は。で、おそらく、まあ、あの、そうね、まあ、うまくやっていくしかないの。どっちにしろ、ホセはそんなに今やれることはないと思う。メガヒ。よくわからん。これにやっとくわ。これどうすっかな。ピアシングレイで、これ入ってる？まあ、やるしかないよね。やっちゃえ、やっちゃえ。まずやる。あ、それだったら打つかじゃん。あ、いけんじゃん。よし、オッケー、オッケー。さよなら。で、ちょっと前に出したいけどな。でも後ろのあれだろ、ボンバーいるだろ。ギリ届かんな。ギリ届かんからもう倒す。もうしょうがない。もう次のターンでもうやられる覚悟をしてる。やられる覚悟でいく。そして、アッシュも行く。あ、すげえ攻めてんな、攻めまくってるな。いいのかこんなんで。で、こいつはもう倒しとくか。どうしようかな。あー、これ際どいね。あの、これでやっとけばきっとあの来てくれるところは願っている。まあ最悪麻痺ってのは別に構わないところは見ている。でも最悪それでも構わない。このさ、この移動力、これが素晴らしい、本当に。まだいける。これやってもまだいけるもんね。取る。またハイハーブか。いらんな。いるか、一応。本当にないよね。だいたい、まあ、なんか2個あるマップとなんか、まあ、結構ややこしいよな。サーリアも行動したか。よし。
まあ65点ぐらいかな。ん、誰？あ、トロ君だ。あ、これやばくね？やばくね？アッシュがやばいかもしんない。アッシュがやばい。あ、ドロメいったか。よかったよかった。あ、もうちょっと強くなってきてるな、だんだんなんか。前のあれに比べたらだいぶ強くなってる気がする。アッシュやった。やった。まあ、これ耐えきれるでしょ。そっち！まさかの。あ、いけるか。あー、ガードされたな。これはきついな。あ、でもこれ、本性いけるでしょ。あれ？こいつダメージ食らったっけ？あ、ダメージ食らってるわ。俺全然覚えてねえ。ちょ、俺何やったか記憶にねえわ。ちょっとやばいな、そろそろ。来てるな。頭狂い始めてきてるかも。で、あんな嫌なとこにいんの？ちょっと、あれ、ホセがやばいな。ホセじゃねえ、ホルクスやべえな。マジあれ何あれ、あのお方。え、どうするそれは。まずこっちをどうにかしよう。これ1人キル倒せるかな。でもこっちだろ。やっぱこっちだよね。こっちやるべきだと思う、俺は先に。あとでダメージ食らってもしょうがない。あ、オッケー。一発で倒せんじゃん。余裕じゃん。はい、まず一発目。で、メガヒー、こっち側の敵ちょっと殲滅するかも。ホルクスはうまく逃げつつ自分回復だな。もん曲で盛り上げる、素晴らしい。横横からいける。よし、 OK。 シュッシュの時間だ。なかなか粘ってくるこいつ。調子に乗ってるのは今のうちだけだぞ。しょうがない。こう補正が行くとしよう。終わりにしてやる。これを食らうと。ふっ、あばよ。お、すげえ。よし、サムデラどんどん行くね。グイグイ攻めるな、この男。文句にしといてよかったのかな。どうなんだろう。後で後悔する時も来るかもしれない、もしかしたら。あー、これ使いてえな。使いたけどダメか。どっちにも来るんだよね、多分。来ると思うよ。ああ、それだったら、まあどっちにしても来るか。じゃあここで耐えきれる、耐えられる。あ、ここいいんじゃね、割と。頼むぜ、自分を回復してくれ。13。そっからの、まあサムデラはあっち行けば OK だろ。バンダルマート俺の癒しだよ。もう完全なら俺の癒しも。もうさっき俺もこれやんだとダメだ。もうほんとね、結構ね、割となんか真面目な方向になんかちょっと、やばいレベルに達してきてるかもしんない。なので俺はちょっとこのバンダルハーツが終わるのがとても恐ろしい。めちゃくちゃ恐ろしい。まあ、まだ全然終わん、まだ終わんないと思うけど、かなりね、俺の中でね、おすげえ、レベル上がった。なんか俺の中の心を占める割合がかなりでかくなってる、このゲームの。俺はね、非常に恐れてるよ、何かがあった時に。あれ、あ、まだ取ってないよね。探索、お、あ、またダイダラスブーツか。あ、そうか、これ取ってねえな。探索してねえな、そういえば俺。探索してねえっつうか、 なんだ。何しよう、忘れてた。やべえ、もうダメだ。何をしか完全に忘れてしまった。やばすぎる、やばおすぎる。押せ。でーん。そのままあいつのポチャンと落ちればいいのに、水の中に。あ、まだいける？あ、もうじゃあいいんじゃん。よし。うい。これが戦略だ。おい！なんてことだ。まあ、こいつはもうどうにかなるでしょ。こいつはもう終了と。本当にない？マジでない？あ、ここ怪しい。あ、ここ。ここだ。ここある。危ね。あっぶね。逃すとこだった。これは見逃すでしょ。あっぶの。え、でもこれ見逃しあったかな、もしかしたら今まで。じゃあもうこっち行かなきゃダメじゃん。てかあいつがしつけんだよ、あの変な、なんかもうあのバットちゃんがさ、もう勘弁してほしいよね。こっちはもう必死に頑張ってんのに。シュイシュイシュイ、わしのヒーリングじゃ。セルフ回復、校長先生、一人で暗躍をしている。暗躍の男、ホルクス。そこに行く補正、歩同士で気が合うかもしれない。ほっほっほっ、やべえな。
大丈夫か本当に。上から狙ってくるね、ドルメンちゃん。上からやるとこうやってダメージが増えんだよな。これドルメン取るの？ドルメン取る。あのこれまひる可能性もあるな。チョインチョイン。マジ可愛いのこいつ。こいつがこのバンダルハーツにおけるあのなんかあのマスコットキャラみたいな、超可愛いんだ。CM に出てなんか今この時代はバンダルハーツだよみたいな。わけわかんない。わけわかんなすぎだよ。俺は一体何を言ってるんだ。あと1個だ。こいつが来なければ、このわけなかんやつ。ちょっと待って、こいつをも倒すか。じゃあよし、ここホルクスのストーカーをやつにやっと倒すのに来たか。ホルクストーカーやっとあれだな、ほふることができた。でまあこっちでしょ。よし、アッシュ一発じゃ無理だろうな。頼むぜ。シュッシュッシュッ。あ、いったいった。強い、さすが。で、まあいいだろう。やばい、セーブしたい。俺セーブがしたい。俺の心が叫んでいる。やめて、ちょっと待って、これやばくね。大丈夫。おっ、ブロッ。いや、嫌な予感したよね、ちょっと。かなり嫌な予感したよ、これは。よし、ここだろ、やはりここで。このタイミングでやらんだな。ふい、おーれー、ライダーか。なんだ、仮面ライダーか。よし、ここに隠れれば安全だろ。あっぶね。倒す。じゃあホセイと頑張って倒すか。じゃあホルクスマスター、ちょっと決定打にかける。ちょっと2人だから、ちょっとなんかあれだよな、やりにくいよな。こっか、取ろっかな。届かん、ここだ。ほい、上に打つ。素晴らしい打ち合い、雪合戦みたいな。ライダーカード結構あれじゃないか、貴重なアイテムだったんじゃないかな。危なかったかもしれない、もしかしたら。いや、あれ見逃したらやばかったかも。てか見逃す可能性もでかいでしょ。ちゃんと見なきゃダメだよ。あ、この野郎安全地帯で来やがった。これもしかして回復するんじゃない、これ。うわ、最悪のパターンじゃんそれ。回復するよこれ絶対。あ、大丈夫、いけるぞ。ホルクス、お前の力でシュッシュを打つんだ。シュッシュッシュッシュ、くるくる回って遠心力をつけるこの男。あれ、ホルクスレベル低い、もしかして。もうすぐに経験値もらってるよね。今回ラードがあまり活躍できなかったな。ちょっと俺が前に出しすぎた。俺が調子に乗って、それが俺の敗因だ今回の。みんなで説明せよ、作戦会議。魔石特別考古学チーム、結論に達しました。最低の炎、凍てついた炎みたいな、なんか創世記に出てくる。あの一夜にして滅ぼし、世界を破滅の淵へ追いやったと伝えられる禁断の力。バカな。大きなエビアナってその力を封じられている。おお、側近の顔すげえな。なるほど、その指輪の封印時計は使えるなのか。アッシャー王国、気に入らねえな。なんだこれ、内乱のあれかなんか。ジャイアンみたいなこいつ。
なんか深いこと言ってるね。人間をちょっと分かってるあれだな。キース、え、なんでキース、あの時会話したから。なんかドルフでかくね、なんか。構わぬ、ほう。誰だこいつ。お、危なございますな。ガモ、なんだこいつ。新しいのできたな。信用すぎなのではありませんか、あの女のこと。口がすぎるぞ。あれ珍しいね。あ、そういう感じなの。もっとなんかそういうこと言わないと感じだと思ったんだけど。ガモが黒幕か、これ。もしかしてそうまで言うなら見栄えつけておけ。参謀だな、こいつは。魔界の帝王の参謀長ガモ。リド街道、うん、面白そうじゃないか。次回に続く。